久山町は、福岡県のカ谷郡にある町である。福岡都市圏の一部、首羅山山町にある、薩摩島福岡県の中央部よりやや西側に位置しており、福岡市に隣接している。町南部にある、久原地区の一部から、町西部の商業施設取安周辺にかけてが、町の中心部である。町東部一帯は、山郡山地の一部で、ほとんどが山林である。 江口公平二期小早川新七期、佐伯勝重三期、相川正義一期中学校、編集小学校、編集幼稚園、編集久原本家、本社山陽新幹線が、町の北東部から南西部へと通っているが、町内に、駅はない。町内で乗降が可能な鉄道路線はないが、笹栗駅や門松駅が近い。九州自動車道が、 町の西部を南北に通過しているが、町内にインターチェンジはなく、福岡インターチェンジが最も近い、一般国道はない。町内を通る主要地方道の県道として、福岡県道21号福岡直方線、福岡県道35号筑紫の小賀線がある。福岡直方線は、町の南西部から東部の犬鳴峠に向かって伸びている。筑紫の小賀線は、 町の西部を南北に通過しており、九州自動車道と並行する。一般県道としては、福岡県道540号、山田新宮線、福岡県道546号、E の土井線、福岡県道547号、E の笹栗線が通る。久山町の公共交通として、JR 九州バスの直方線、西日本鉄道の27バイト系統、コミュニティバス、 JR 九州バスは、県道福岡直方線上を運行している。直方市の直方駅を起点に、宮明市の宮田駅、福丸駅を経て、久山町内の久山バス停、深井を通り、西隣の福岡市に至る。西鉄バスは、福岡市の中心部である天神から、菓子井山道を経て、町内の鳥屋久山まで至る。かつては、飯野や久山温泉を経由して、 隣の笹栗町の笹栗駅に至る路線が存在したが、2019年3月31日のダイヤ改正で廃止された。コミュニティバス、イコバスは2012年1月5日、運行開始、町内各地域を経由するほか、上記の西鉄バスに代わり、笹栗駅と久山町内を結ぶ路線も運行する。今日はタクシーに運行を委託している。 九州大学による疫学研究の久山町研究に自治体として協力している。ありがとうございます。